こんばんは。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は、新型 iPad で使うこともできる、おすすめのタッチペン2種類をご紹介したいと思います。新型の iPad というと、これまで価格の高い iPad Pro でしか使えなかった Apple Pencil が使えるようになったというのが最大の魅力ではあるんですが、そもそもその Apple Pencil は別売な上、価格も1万円と非常に高いのが欠点です。また、新型 iPad の発表会にて紹介された、ロジテック製のクレヨンという、いわゆる廉価版の Apple Pencil の場合ですと、筆圧感知に対応していない上、デザインも悪く、廉価版とはいえ、日本円にして約5000円と、そちらも価格が高いのが欠点です。そこで今回は、新型 iPad でも使うことができる、3000円前後のタッチペンをご紹介します。まず一つ目が、ゴーラーというブランドのタッチペンで、ペン先が 1.8 ミリと、一般的なタッチペンの中ではかなり細いタイプになります。電源は内蔵の充電式バッテリーを使って、充電には汎用的なマイクロ USB ケーブルが使えますので、専用の充電器等は買う必要がありません。またデザインは、ロジテックのクレヨンのような不格好なデザインはしておらず、一般的な筆記具のようなデザインでクリップも付いていますので、Apple Pencil のように転がってしまう心配もありません。そして気になる価格ですが、現在の Amazon での販売価格で2899円となっています。ロジテックのクレヨンの半額程度、Apple Pencil の3分の1程度で買えるかなりコスパの高いモデルです。そして2つ目のモデルがシスクルのタッチペンです。こちらはペン先が先ほどのものよりもさらに細い 1.6 ミリのペン先となっています。そのため細かい文字も書きやすく、タッチペンでメモを取るという方にはおすすめの製品です。デザインは Apple Pencil に近いデザインになっていますので、Apple Pencil と一緒に携帯していても違和感のないデザインになっています。こちらのモデルも電源は内蔵式の充電池を使って、充電には汎用的なマイクロ USB ケーブルが使用できます。そして気になる価格ですが、3299円となります。最初にご紹介したゴーラー製のタッチペンよりは400円程度高くなりますが、よりペン先の細いものがいいという方はこちらのシスクルのタッチペンがおすすめです。ということで、新型の iPad と同時に使うことができるタッチペンは、Apple の Apple Pencil や Logitech のクレヨン以外にも色々と選択肢がありますので、価格が高いためタッチペンの購入を見送っていた方は、今回ご紹介したような製品を購入してみてもいいのではないでしょうか。なお、今回ご紹介した2種類のタッチペンですが、それぞれ販売店のリンクをこの動画の概要欄の方に貼っておきます。詳細なスペックや実際に購入された方のカスタマーレビューが見たいっていう方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。